問いました。ゲームはいつもテーマがあって、そのテーマを探し出すことはまだ見ぬ新たな歴史を求めて船を漕ぎ出すことに似ているような気がしています。大昔、まだ海図がない時代は新天地を求めるといっても、一体どこに向かって船を漕いでいったらいいのか分からず、時には漂流したり、時には嵐に見舞われて船が難破してしまったり、そんな大変な思いをしてたどり着いた陸地が実はすでに発見されていた場所だったりすることもあるわけです。そんなことの繰り返しの中で、真に新天地だといえるテーマにたどり着けた時、我々は本当に苦労した甲斐があったと大喜びしますが、それもつかの間でもう次のテーマを見つける旅が始まっているのです。我々がそんな風に新天地を求める旅を続けているように、ここからは皆さんにもリンクと一緒に音楽の旅に出発してもらおうと思います。女神たちに導かれ、大平原と山々に囲まれた時の海岸の大地から、大海原の水平線に見え隠れする風のタクトの島々を巡る旅の先に、皆さんの新天地が待っているかもしれませんよ。 Thank you.